あいつも？すっげえかっこいいよな。年俸400万ドル。ああ、俺の給料なんて一生働いたってこれ以下だもんな。財政赤字、深刻か。交際が増えるってことですか？交際？そう、国の借金かなり溜まってるもんな。これって問題なんですよね。そりゃそうだよ。借りたお金は返さなくちゃならないからね。交際は特に君たち若い人が返していくことになるんだからね。大変だよこれから。若い人の数減ってきてるしね。やだ。でも借金を返すってどうやるんですか？だから問題なんだよね、この税収が。よ、おかえり。疲れた。何にする？ビール？ああ、それとちくわとはんぺん、あと適当に。はいよ。はい、ビール。どうも。どうしたの？若いのにくたびれちゃって。いや、いろいろあってね。そういえばお客さん、今日は嬉しい給料日じゃなかったっけ？はい、お待ち。そうだけどさ、毎日毎日面白くもない仕事してさ、上司には文句言われるし、んでもって給料なんてたったこれっぽっち。給料給料。その上税金まで持っていかれた日にはやってらんないよってんだ。なあ、おやじさん。ダメだよお客さん、税金はちゃんと納めなくちゃ。ほら、国民の三大義務って言うでしょ。納税の義務、それからあと何だったっけ。何言ってるんですか。自分が働いて稼いだ金をですね、全部自分で使って、どこが悪いって言うんですか。おいおい、大丈夫かい。税金なんかなくなっちまえばいいんだ。何が税金だ。俺が働いて稼いだ金だぞ。うわ、なんなんだこの穴。どうも。何が穴に注意だ。ひどい道路だな。これじゃ危なくて通れないじゃないか。何をおっしゃる。あなたが望んだことではありませんか。俺はそんなこと。あれ、なんだあいつ。泥棒。誰か捕まえて。泥棒。あいつが。誰か捕まえてよ、早く。早く警察に知らせた方が。警察？警察なんか頼む金あるかい。それとも何かい。その金あんたが払ってくれるっていうのかい。金？あれが全財産だったんだよ。以前の日本では道路を整備するとか、警察や消防なども国や地方公共団体が行っていたんです。ということは自分でお金を出さなくてよかったんですか。ええ、警察も消防もみんなタダだったんですよ。でも警察も消防もまさかボランティアってわけじゃないですよね。もちろんです。お金は必要です。
ではそのお金をどうしていたか。どうしてたんですか。それは国民がみんなで負担していました。会費みたいなもんですね。会費、まあそんな感じですかね。正式には税金と呼んでいたんですが。ではどのような種類の会費、いや税金があったか分かりますか。もちろん公平でなくてはなりませんね。一つは何か物を買ったりした時にその値段の一定の割合を税金として納めていました。消費税のことだろう。それを消費税と呼んでいたそうです。呼んでいたそうです。今だって消費税は消費税だよ。そりゃ公平だ。同じものを買った人は誰でも同じ額の税金を納めるわけだからね。でも子供も大人も高齢者もみんな同じ金額を納めるっていうことですか。そうですね。言ってみればあらゆる世代に広く公平に負担を求めるという方法です。でもそれって稼いでる人もそうでない人も同じ金額ってことでしょ。その通り。ではここで問題です。実は稼いでいるとかいないとかを考慮した税金もありました。それは何という税金だったでしょうか。消費税とはまた別の意味で公平だったようですよ。何言ってんだ。所得税のことだろ。累進課税になってて稼ぎの多いやつはたくさん払う、稼ぎのないやつもそれなりにっていう。嘘だろ。税金がない。税金がない。税金が、夢か。ない、夢じゃない。やっぱり税金がない。やった。いいよな、金持ちは学校に通えて。やけに高齢者と子供が多いなと不思議にお思いのようですが。え？それもまたあなたが望んだこと。あなたは、次の方、どうぞ。はい。子供が朝からバイト？君、学校は行かなくていいの？だって、学費を稼がないといけませんから。ああ、そう。ちょっと、そこどいてくれないかな。出られないんだ。悪いね、会社に遅れちゃうんでね。君たち、ここで何してるの？あ？いや、そのね、学校とかどうしたのかなと。あんたには関係ないだろう。学費が高くて学校なんか行ってられないんだよ。でも、君たち中学生だよね。義務教育中はそんなに学費かからないんじゃ。義務教育って何のこと？わけわかんないこと言うおっさんだぜ。おっさんはないよな。昼か、どうも。いらっしゃい。今の人どうしたの？うちで働かせてくれないかってさ。でも人雇う余裕なんてないからさ。若かったらまだ話になるけど、あの年じゃな。
そうよね。出前頼むわけにもいかないし。うちで20件目だってさ、断られたの。そう。まあ、辛いわね。年取ってからも生活の心配しなくちゃならないなんて。明日は我が身ってか。せっせと働いて金貯めなくちゃな。年金もらってないんですかね。年金？ん？何なのそれ。もらえるものがあるんだったら教えてよ。やだな二人とも。年金ですよ年金。今日は変な一日だったな。そう？だいたいこの町だってさ、こんなに汚かったかな。それもこれもあなたが望んだこと。あんただ。一体誰なんですかあんた。そもそもあんたと出会ってからなんだ、変なことが起こるようになったのは。変なこととはまた随分な言いようですね。もう忘れたんですか。あなた叫んでたじゃありませんか。税金なんかなくなっちまえばいいんだってね。え？あの。福祉の充実した北欧のこうした生活ぶりを見ていると、何か別世界の出来事のような気がしてきますね。確かにそうですね。しかし、もちろんこうしたことがただでできるわけではありません。それ相応の負担というものを国民がしているわけですね。いわゆる税金と呼ばれるものですね。はい、そうです。例えばスウェーデンの場合、税負担率、つまり国民所得に対する税金の負担割合が 50% を超えているそうです。 50% ですか。結構高いんですね。高度なサービスを得ようと思えばそれなりの自己負担は当たり前ということですね。ここに興味深いデータがありますので見てください。その昔日本にも税の制度があったことはご存知ですか？はい、おぼろげながら社会科で習ったような記憶がありますが。これはその当時国が1年に使ったお金の内訳をグラフにしたものです。年金や医療費などの社会保障費、道路の整備といった公共事業費、学校教育や国際貢献のための費用など、当時は日本も主に国や地方公共団体が社会資本の整備や公共サービスの提供を行っていたわけです。そしてこうしたサービスに必要なお金の大半は国民の税金で賄っていました。やはり所得税とか消費税とかがあったわけですか？そうです。しかし現在の北欧諸国ほどは負担していなかったみたいですけどね。どういう社会に暮らしたいか、そのためにどの程度の自己負担を良しとするか、すべては私たちの選択にかかっています。今日本という国の在り方、進むべき道を改めて問い直すべき時期が来ているのではないでしょうか。今日はどうもありがとうございました。大変だ。そうだ、消防車だ。早く出ろよもう。あ、消防署ですか？大変です。火事です。大至急。え、どのコースにしますかって？すぐ消すコースにじっくりコース。何言ってんですか。だから燃えてるんですってば。もう何でもいいから早く来てください。あー、カーテンに燃え移った。あの人の部屋から出火したんですってよ。あの人。
ねえちょっとあんた、ちょっとあんた待ってくれ、待ってくれ。いかがですか、税金のないパラダイスのような暮らし。心ゆくまでご堪能ください。アナザーワールド。